日本武道館、何か不思議な空気を感じます。嵐の予感か、新時代の予感か、目には見えない時代の後ろがうねりを上げて全日本プロレスを席巻する三冠選手権試合です。さあこちらは時代へのチャレンジャー三沢光晴、瞳の奥に描かれているものは一体何か、心なしかいつもより透明感がある今日の三沢であります。そしてこちらが王者スタンハンセン、いつもと変わらぬ勝利へのバックスイング、たけたけしい魂が早くも放電現象を見せているかのようです。いよいよ入場です。三冠ベルト4回目のチャレンジ、スタンハンセンとの三冠戦がこれが3回目、今深く深呼吸をいたしました。この試合に負けるようなことがあればもう自分には三冠チャレンジャーとしての資格はないとまで語った三沢、まさに悲壮なる決意の三沢、今夜リングに何を描くのか。確かに会長は万全ではありません。しかし苦しんだ分だけ愛がある、苦しんだ分だけ意地がある、男30勝負の年、三沢にとってメモリアルサマー、メモリアル武道館となるのか、そして時代は彼に微笑みかけるのか。今伝説が誕生する予感がいたします。時代へのチャレンジャー三沢光晴、今豪華な花束の贈呈であります。1万6000人の瞳が一点に注がれております。お金に輝く黄金のベルト、そして黄金の左腕、天下無双スタンハンセン、通路がざわめき始めます。幾多の神話を作り出してきた男が新たなる伝説を生み出そうとする男の前に立ちはだかります。スタンハンセン、極めた男、それだけが持つ風格、時代を引っ張ってきた男だけが持つ自信、そして誇りが漂ってまいりました。今チャンピオンベルトをリングの真ん中にほっぽり投げました。取れるもんなら取ってみろというスタンハンセンのアピールでありましょう。この試合は PWF 認定証が読み上げられております。チャンピオンスタンハンセン、こちらが三沢光晴チャレンジャー、時代の匂いを確かめているのか。そしてスタンハンセン第9代三冠ヘビー級チャンピオン、今この3本のベルトが本部席に返還されようとしております。母なる大地、父なる天空に誓ってもベルトは死守する、そう言いかけのスタンハンセン。両友紹介です。伝説誕生の予感、三沢光晴。60分の一本勝負、三冠統一ヘビー級選手権試合、こちらが時のチャレンジャー三沢光晴、これが三冠ベルト4回目のチャレンジであります。1989年4月18日、ジャンボ鶴田がインター、UM、PWF の3つのベルトを統一、あれから3年と4ヶ月が経ちました。今試合の始まり、そして新しい時代の始まりを予感されるゴングであります。さあ前回の日本武道館スタンハンセンとの三冠選手権試合3月の一戦はゴングを待たずにスタンハンセンが吹っかけましたが、今日はゴングをしっかりと待ちましたハンセン。まずは腕の取り合い、距離を取っております。組み合った、トップロープを背にする三沢光晴、まずはパンチ、そしてエルボー、エルボーの飛行士、まずは肘打ち一発見舞いました。再び組み合います、リストを取ります。さて馬場さん、まずはチャレンジャー三沢なんですが、表情どうご覧になりましたか。これはいつもと変わりませんね、両者ともにね、はい、両者ともに変わらない。さあスタンハンセン、
早くも眼光鋭くなっております。三沢は語っておりました。気持ち的には万全である。今更どうのこうの言っている場合ではない。何せ作戦が通用する相手ではないからね、ということ。まさに計算できない相手、それがスタンハンセンであります。三沢光晴、先月7月21日後楽園ホールにおきまして左肩を負傷、現在回復具合は 60% から 70% というところであります。もちろんその左肩を集中的に今日攻めていくことでしょう。スタンハンセン、セカンドロープブレイクです。さあ肩を集中的に、これはストンピング攻撃、場内からブーイング、あるいは女性ファンの悲鳴が上がっております。ああ強引なまでにグラウンドに持ち込みましたスタンハンセン。さあこちらが三沢、早くも苦しい表情を見せております。検査関節脱臼および靭帯損傷という、この三沢光晴の左の肩の負傷、本来ならば前のシリーズ全て欠場するところをわずか1試合の欠場で乗り切りました。大きな自信となっているようです。さあ三沢が宙を舞うか、ちょっと今眉間にシワを寄せました。さあ馬場さんからご覧になって、この三沢の表情から察するに肩の回復具合というのはどんなもんでしょう。もう回復はね、そんなにあの気にするほどのことじゃないですよ。そうですか。そんなに回復してないならこういう大試合にはやっぱり辞退はしなきゃいけないですからね。そうですね。それはそこまで心配する必要はないと思います。はい。まあ、もし、まあ、完璧じゃないまでもね、隠しているかもしれませんけども、はい、さあ三沢光晴、そしてスタンハンセン、サイドルヘッドロックは三沢であります。身長差が10センチ、そして体重差が約30キロあります。この30キロという重さは、広辞苑約10冊分の重さ。重さのある一挙手一投足のスタンハンセンの技が、今日も至る所で炸裂することでしょう。サイドのヘッドロック、声を上げながら締め上げております。汗が目にしみるのか、三沢、目を閉じます。さあゆっくりとスタンディングポジション、第9代統一ヘビー級選手権者スタンハンセン、8月29日43歳の誕生日を迎えます。しかしスタンハンセンはいかんせん壊れたダンプカー、毎日が絶好調男であります。さあヘッドバット、ヘッドバット、ヒップダウン、三沢光晴です。顔面蹴り、さあ何か狙ってるぞ、ニーリフトアップ、蹴り返したエルボー、肘鉄砲、三沢光晴スリーパーホールド。現在スタンハンセンが持っております第9代のベルト、今年1月ジャンボ鶴田が奪取したものであります。その後3月にこの三沢、6月に川田、そして7月に田上と戦い、いずれも勝利、そして今夜が4度目の防衛戦となりますスタンハンセン。今夜成功いたしますと三冠防衛新記録達成となりますスタンハンセン、第9代チャンピオンであります。対する三沢光晴は三冠ベルトにはこれが4回目のチャレンジ、そしてこのスタンハンセンとの三冠戦は3度目の正直ということになります。3回目のチャレンジということになります。さあ今試合時間5分を経過いたしました。序盤戦は緩やかな滑り出しと申し上げてよろしいでしょう。放送席前です。さあ三沢が手を離しません、頭を離しません。リングの中に戻ります。体を1回転させました、キャンバス中央。そうですね、こうしてくっついていった方がいいですね。なるほど、それは体重差を考えてということですか。そうです。はい、先ほども申し上げましたが体重差は30キロあります。上に乗られないようにですね、はい、やっぱりパンチキック、きついですからね、はい、さてで遠くからその、はい、
飛びついて飛んで飛び蹴りとかね、そういう飛び技で行けばいいですがね、はい、今度反対にハンセンに上に乗られてね、くっついて勝負されると今度三沢は本当に苦しいんですよね。そうですね、密着攻撃に出ております。三沢光津ある前回3月4日日本武道館のスタンハンセンとの三冠戦、三沢は徹底したハンセンの左腕殺しに転じました。この体勢であとはもう三沢がハンセンに後ろに投げられることだけを警戒している場合なんですからね。はい、小野さん、今回三沢はね、あまりこの左腕ばかりにとらわれることなく攻めていきたいと言ってるんですが、それ一体何を意味するんでしょうかね。いや、そのあれでしょう、ロリアートだけを警戒しないということでしょう、はい、左だけをということはね、もちろん右もありますし、それ以外の技もあると、ね、さあヘッドバットを見舞われております三沢、サードロープに腰を落としております。あ、左肩です。やや呼吸が乱れてまいりました。チャレンジャー三沢光津ある、さあロープを利用した、これはスタンハンセンの反則攻撃であります。さあ左肩を中心としたスタンハンセンも攻めを見せております。あっと脇固めです。三沢光津の動きがもう完全に止められております。何を思うか三沢、逃れることができません。キャンバスに頬を詰めます。2スタンプ、スタンハンセン、そしてグリグリさせております。左の肩にグリグリをさせております。あー、これです。足を伸ばします。しかし届きません。そこにはサードロープまだありません。激しい息遣いです。スタンハンセン、そして三沢光津、今セカンドロープに逃れました。今年のチャンピオンカーニバルの優勝決定戦もこのスタンハンセン対三沢光津の一騎打ちでありました。4月愛知大会、60分と06秒右のラリアットを繰り出し、その直後の左に敗れておりますこの三沢が、さあ腕を取りました。黄金の左腕、ブラックサポーターが巻かれております。この黄金の左腕を取りました。今度はお返しだ三沢。2度目の三冠防衛記録に臨みますスタンハンセン、そして30にして初めての選手権試合となりました三沢光津、男30にして頂点に立つことができるかどうか。さて馬場さん、これまでの三冠とはちょっと違ってコンタクトプレーに終始してますね。そうですね、三沢が飛んでいかないですね、はい、やっぱり随分その苦い経験をしたんでしょうからね、はい、それを生かしてやってるんだと思いますがね、さあこの放送席、両雄の激しい息遣いばかりが伝わってまいります。左の腕をしっかりと握り、そして離すことがありません三沢。さあスタンハンセンは状態を起こしてまいりました。よりカウントが入りますが決定打にはなっておりません。さあ左腕のダメージはいかに。
スタンハンセン、これセカンドロープを利用してのギロチン殺法でしょうか。あっと結果的に顔面キックのような形になってしまいました。さあ三沢光晴がちょっとあっと頭を踏みつけられております。動けません。動くことができません。三沢エルボードロップです。いいようにやられてしまっております。さあ場外にエスケープするのか、とりあえずサードロープには足がかかっております。ああ、そして三沢の左の腕を狙って、腕から引っ張る、腕から引っ張る、それを阻止しようという三沢ミサルがサードロップにしか、エルボードロップです。三沢の左にエルボードロップ、抱え上げました。あ、これは鉄柵、いや鉄柱か、鉄柵、鉄柵ショルダーアタックです。やはりスタンハンセン左の肩を集中的に問答無用の攻めを見せます。目を開き天を見つめ何を思うのか三沢。また鉄柱です。鉄柱に左の腕、昨シリーズ肩の怪我をしてからは全ての試合をこのテーピングをして臨んだわけですが、もちろんこのシリーズはありません。何よりも技をかけて上半身が痛まないことが何よりも嬉しいと語っておりました。ちょっと回復を図ります三沢、左肩を気にしております。あー、ショルダータックル、またもや場外です。それを今度はスタンハンセンに追っていきました。さあマットを引っぺかすのか、またまた鉄柱か、あー、エルボーです。徹底した左肩に攻めを見せております。前回3月の日本武道館の三冠選手権、この三沢はスタンハンセンに必要なまでの左腕殺しを食らいましたが、今日は全くその正反対と申し上げていいでしょう。ハンセンが三沢に徹底した左肩殺しを行っております。この瞳汗で光っております。さあ馬場さん、ちょっと三沢が劣勢続いてますね。そうですね、あの三沢らしいとこはやっぱり出てきてないんですよね。はい、さあまたもやロープギアでの攻防、スタンハンセンロープを利用した三沢の左肩殺しを行っております。さあ一つ返しました三沢、しかし肩が気になるところです。上半身が俯瞰し、上半身はちょっと心配はありますが、下半身は元気いっぱいだと言っておりました三沢。さあ左腕殺し、エルボー、スタンハンセンエルボー、ボディスラムです。デイからのエルボーを一つ見舞いました。あー、動けません。三沢3月の三冠選手権は19分と12秒、そして4月のチャンピオンカーニバル優勝決定戦は20分と06秒でありました。さあ今夜この四角いリングの中でどのようなドラマが生まれようというのか。あーっとバックに回り損ねたが、切った蹴った蹴った、足は完璧です、足は完全です三沢。さあ腕をつかむ、あーっと外されてしまいました。左のスタンハンセンの肩越しにエルボーです。動きを止めました、脇が止めます。腕を取りながらも自分の左の肩を気にしております三沢です。
ん、これまでのスタンハンセンの左肩攻め、ちょっと随分とダメージあるようですね、三沢ね。そうですね、三沢の方に随分ダメージがありますね。さあ、三沢頑張れ、後押しするような三沢コール。エルボー、さあエルボーの飛行士、肘の攻撃に出るか、あ、逆に振られて、うんと一回転した、カウンターのキックだ、ヘッドバット、エルボー、肘鉄砲、あ、さあスタンハンセンが前傾姿勢を取った直後、危ない、ドロップ、ここ一番でしか見せません、スタンハンセンのドロップキック、今夜も炸裂。頭を一つ振りました。さあこれはダメージ、ああスリーポイントスタンスからショルダータックルぶちかまし、元アメリカンフットボーラースタンハンセン、深くそして息をつきます。いつあの左腕鎌首をもたげるのか、あー危ない、甘く危険な香りがしてまいりました。 DDT カバーします、カウントはシン、今一つサポーターを直しましたが、これはラリアットのプレビュー、うん、今左の位置一瞬見た、スピンキック、スピンキック、ダーン、スタンハンセンダーン。さあ三沢どうする、三沢今日初めて訪れたチャンスでやります。バックになった、バックになった、バックになった、三沢が後ろから攻める、エンズイエルボー、ボンの久保にエルボー、カウントは2。さあ徐々に劣勢から盛り返してまいりました三沢光晴。さあ抱え上げるか三沢、ブレインバスター。さあ天を仰ぐスタンハンセンでありますが、この男凄まじい回復力、生命力を持つ男です。さあ三沢が登る、三沢が登る、三沢オンタトプロダイビングエルボー、カウントは2、カウントは2、あー打った三沢も苦しい、打った三沢も苦しい、打たれたスタンハンセンはなお苦しい。さあいった、あーフェイスロック一瞬にして外されてしまいました。さあ三沢光晴2度目のフェイスロック、さあさあいったフェイスロック、炎のフェイスロック、完全燃焼してほしい、ああ、しかしまだスタンハンセン上半身は元気であります。さあベルトを手に入れることができるか三沢、三沢どうだ、三沢どうだ、うっうっ、馬場さんどうでしょう、どうでしょう、ここはもう三沢の頑張りも、はい、もうそれでまた中に続いてもう一遍やってもいいんですね。そうですね、スタンハンセン、さあドロップブレイクです。さあ三沢光晴、今が攻め時であります。デビューしたのが今から11年前の昨日、8月21日、昭和21年のことでした。さあ虎の奇跡、男の歴史に輝かしい1ページを刻むことができるかどうか。三沢池、三沢池、執念、情念、怨念、あらゆる念を呼び起こせ、フェイスロー三沢、フェイスロー三沢、ファイヤー、スタンハンセン上半身逆転、さあカバーした、カウントは2、カウントは2、セントン背面落とし、マスクを脱いで2年と3ヶ月調子大軍を結成して2年が経ちました。三沢オノトプロかわされてしまいました。さあ、よみがえったスタンハンセン、カウントは2、カウントは2、さあ、三沢はまだ目は見開いております、目は見開いております。さあ、時代の後ろが日本武道館すぐそばまで来ている。さあ、どちらにその後ろは傾くのか、エルボーだ、両雄返していく、三沢がエルボー、ハンセンが張る、ハンセンがビンタ、ビンタ、ビンタ、エンズイチョップ、時代の本流は俺が守り抜く、カウントは2、スタンハンセンカウントは2です。さあ
男30、三沢光晴、頂点を極めるか、新たなる伝説を生み出すことができるかどうか、それとも夏の夜の夢に終わってしまうのか。さあうねりが来た、うねりが来た。股の間に頭を挟んだ、女性の悲鳴が聞こえる。ああ、パワーボム投げして、馬場さん、スタンハンセンの並々ならぬ打ち込みが感じられますね。そうですね。さあハンセンコールか、いやいやいや、三沢コールだ。さあしかしペースはハンセン、ペースはハンセン、いつ鎌首をもたげるのか、ブラックサポーターに手を入れるのか。さあスタンハンセンが何か考えている。膝を抜きました、膝当てを外しました。ニードロップです。体重140キロ。返しました三沢光晴、重低音ストンピング攻撃。しかしスタンハンセンの表情はまだ完全には形式化っていない。ああ、ただ首も投げた、危ない、かわした、飛びつき、飛びつき、飛びつき、腕十字、飛びつき腕十字。ああどうだ、スタンハンセン悶絶、スタンハンセン悶絶、どうだ。ああ、ブロックバスターに返されてしまいました。しかしスタンハンセン呼吸が乱れている。三沢チャンス、三沢チャンス、三沢チャンス。ああしかし左肩を押さえております。もはやこれまで上沢光晴、さあ今度は一転してハンセンペース、抱え上げたオクラマスタンピードが、あーショルダーバスター、腕を取った、腕式逆十字、あー腕式逆十字、肩が足を伸ばしました。ロープリック、ロープリック、どうやらお客さんは、いやこのブーイングは時代が三沢に加勢しているのか。1万6000の一つ一つの細胞が今巨大なうねりとなって生命体となってまいりました。さあまさに昇天の館日本武道館、三冠統一ヘビー級選手権試合、三沢が先に立った。危ない危ない危ない、気をつけろ気をつけろ、ハイキック、ハイキック、あああ、エルボー、エルボーのフロンティアスピリッツ。さあ起き上がれ、ハンセンか三沢か、ハンセンか三沢か、どちらが、三沢だ、三沢が起きた、三沢が起きた、三沢が起きました。三沢が体を返す、さあどうだ、新チャンピオン誕生、三沢男30にして頂点に立った。あ、日本武道館が震えております。勝負タイム24分と04秒、最後は気迫の気迫のスリーカウント、日本武道館スタンディングオベーション、震えている、拍手喝采、嵐のような握手であります。スリーカウント、歴史的なゴングを我々は今聞くことにできました。三沢光晴、新チャンピオンが誕生しました。新しい伝説の誕生、まさに男30にしてすっきりと頂点に立ちました。いやー、馬場さん、やりましたね。そうですね、最後の一発がよく入りましたね。はい、最後は今拳を上げた肘、エルボーでありました。エルボーの貴公子、さあ左肩少し心配ですが、優勝トロフィー支配を受けます。うん、さあもうリングサイド、リングサイドお客さん総立ち。これは負け犬の遠吠えか、スタンハンセン、リングを後にいたしました。スタンハンセン、まずは腰にベルト、そして肩にベルトが抱えられます。この瞬間を我々は待っておりました。何よりも輝くベルト、そして何よりもこの輝く汗を
第10代三冠統一ヘビー級チャンピオン三沢光晴、今日本武道館のリングに立ちます。いやー、それにしても馬場さん、終始押されていた三沢ですが、最後を決めたのはやはり執念といいますか、技を超えたものだったんでしょうね。その前にやっぱりね、その首を絞めていった、はい、ね、顎を決めていった、それがやっぱり良かったと思いますね。はい、ギブアップはしませんでしたけども、それがやっぱりよく効いてましたね。この試合に負けるようなことがあれば、もう自分には三冠チャレンジャーとしての資格はないとまで語っていた三沢、死闘なる決意で臨んだ今宵三冠チャンピオン、ドラマの誕生、チャンピオン誕生、そして伝説が誕生。三沢光晴、何を思う、エンドレス三沢コール、エンドレス三沢コール、今大観衆に深々とお辞儀をいたしました。ここは日本のダーファン北の丸、歴史的瞬間を目の当たりしました。我々は幸せです、我々は幸せです。三沢光晴新チャンピオン、今長須大軍に周囲を囲まれてリングを後にいたします。ファンと自分自身本当にね、やっとっていう感じだから、まだね、実感的なもんはわからないですけど、嬉しいです本当に。だから今までの俺だったら自分っていうのを、なんていうのかな、ファンのためっていうのはなかったですけどね。だからここの今日の試合に来るまでに本当にファンの大切さっていうのはすごい分かってね、だから今日は本当にファンのためにも勝ちたかったし、だからすごく嬉しいですよ。本当にどうもありがとうございました。